はいそれでは本日最後の講演を開始いたしますテーマは s p 500最強説を覆すアクティブファンド3つの勘違いということで三菱 ufj 国際投信より外部委託運用部株式リートグループのグループマネージャー富田さんにお越しいただきました富田さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい では早速なんですけれどもあの3つの勘違いというテーマで進めてまいりたいと思いますが1つ目のよくある勘違いということで、まあ、世の中のアクティブファンドはほとんどがインデックスを下回っているので、まあ、インデックスファンドが最強だというものになります、まあ、先ほどからもですねあのご出演者の方にアクティブファンドはなぜ勝てるのかといったあのことをお聞きしてきましたけれども、まあ、富田さんにもこちらのご質問をお聞きしてみたいと思います。インンデックスファンドは本当に最強なのででししょうか難しいご質問んすけれども、はい 例えばですね S&P500 だけを持っていれば、まあ、最強と言われたこともありました、はい、でアメリカは経済力もあって軍事力もあって資源もあるということで、まあ、その国の経済を反映する S&P500 ですので確かに最強とも言ってもいい投資先だと思いますうん、うん、これはもう否定しません、はい、ですけどマーケットっていうのはいつも同じ環境ですとか前提条件にあるわけではないということには注意が必要だと思ってます で、こちらですね。あの、これはあの、よく目にする市場のサイクルのイメージ図です。あの、冒頭で吉井さんも、あの、おっしゃっていたんですけれども、この長らく我々が目にしてきたというのは、この左上の金融相場というところです。でアメリカはじめですね。各国で超低金利策が続きまして、マネーはリスクアセットに流れ込んだということがあります。 で世界的に低コストファンドへの資金流入から、まあインデックスファンドにですね、資金が流入して。まあそうすると、指数を構成している上位銘柄が買われて、えー、指数を牽引して。えー、その好調な指数の値動きから、投資家の関心が高まって、さらに流入すると。まあこういうですね、需給面から、上がりやすかったというところがあると思います。でかつですね、企業業績も、この低金利化の中で好調で。まあ将来への期待も膨らんで、P. E. R. 株価収益率ですね。これが拡大する。 というこれで株式市場は特に大型のグロース銘柄を中心に上昇したという背景があります。 でまあ、こういう相場ですと、まあ、あの何も考えなくてもと言ったらちょっと言い過ぎなんですけども、GAFA ですとか f ァ n g といった、まあ、Google とか Amazon とかですね、アプリとか、まあ、そういったものがたくさん入ってます S&P500 とか Nasdaq、うん、まあこういう主要な質への投資で、それこそ素晴らしいリターンが得られたわけです。 でアクティブファンドでもです、ねえー、名前やコンセプトは何であってもですね、まあ、こうしたハイパーグロースな銘柄をなんだかんだ理由をつけて入れておけば、まあ、あの勝てる相場だったというところになります。で次ですね、こちらはですね、えー、本日説明いたしますグローバルプレミアム株ファンドの戦略であるグローバルフランチャイズ戦略がスタートした1996年からの推移を見たものです。 この間ですね、それこそ1998年のロシア危機そして21世紀に入ってからは IT バブル危機とかリーマンショックとかブレグジットとかまあチャイナショックとかいろいろあったんですけれども、まあ、そういう危機をですねマーケットは乗り越えてきたというところです。で S&P500 ではないんですけれどもこの先進国株式下の灰色の線ですけれどもこちらとの比較を載せていますけれどもこれと比較してもこのグローバルフランチャイズ戦略というのはリターンが良くて、まあ、リスクが低いということで効率的な運用を実現してきています。 ということで、まあ、ここ2年以上続いた超金融緩和政策これでまあ株高局面だったということで指数が安定して上昇した相場だったということなので、まあ、インンデックスファンドでも十分にリターンを得られたたという局面でした、うん、でしすけども、まあ、今やコロナこそ落ち着いてきたんですけども戦争とかインフレとか金利高、まあ、こういう別の局面になってきたということで、まあ、こういう時にこそですねアクティブファンドの機能が生かされるんじゃないかというふうに考えてます。 なるほど、ありがとうございます。まあ、冒頭あの吉井さんからのお話にもありました。けれども、うん、まさにまあ相場の転換局面ということで、まあ、そういった局面です。と、うん、あの何でもかんでもいいというわけではなくて、うん、やはりそういった分かれ道が出てできてくるということですね。はい、ありがとうございます。で続きまして、あの2つ目のよくある勘違いということなんですが、まあ、アクティブファンドはインデックスファンドよりもリスクが大きいっていうのがあの結構。 感じられている方多いと思います。で、お客様からもこのようなご質問をいただいております。39歳男性の方からですね、正直リスクが大きい、あの、ネガティブなイメージもあるのですが、上手に運用するコツは何でしょうか。で、48歳の女性の方からも、アクティブファンドと聞くだけでですね、リスクが大幅に上がるような気がしている。うんうん、まあ、そういったご質問をいただいておりましたけれども、あの、富田さん、アクティブファンドはインデックスファンドよりもリスクが高いというのは本当なのでしょうか。あ、はい。 えとまあ、ものにもよるんですけども先ほどのですね、はい、えと48スライド目こちらですねこれ見ていただくとここにあの表がありますこのリスクリターンですねでこのグローバルフランチャイズ戦略のリスクは低くて、まあ、投資効率が高いということになってますあのその背景としてはですね持続的成長が期待されるプレミアム企業を厳選して集中投資していると。 いうことで、実はそういうことで、まあインデックス投資よりもですね、高い投資効率が得られるんです。でもう一つですね、アクティブファンドに投資する意義として重要なことを申し上げておきたいと思います。でそれはあの最近よく言われてます ESG ですね。はい、あの環境社会ガバナンスですけども、この ESG というのは今世界の潮流となってまして、それこそ ESG 関連ファンドじゃなくても、まあ投資において考慮する必要性が問われています。 でこの ESG の潮流ということもあって、まあ、あのそれに合わないものはこう排除するという,こう風潮が高まっている一方でインデックス投資ではですね業績が判断されないということで、うん、まあ指数構成がててにに投資されるとと、まあ、いうことがありになってますでアクティブファンドっていうのは、まあ、そうしたパッシブ投資のこう弊害をですね是正する役割があると思っています。で確かにこの 人権だとか環境だとか、まあ、そういう,こうサステナブルなものを維持できないというのは、まあ、到底持続可能じゃないんですけれどもあのただその企業が存在して存続しているのはその人々が欲するものとかサービスを作り出しているからということで、うん、そのニーズはですね後ほどちょっとフィリップ・モリスの「タバコの銘柄」紹介しますけれどもタバコっていうのは健康に悪いですしアルコールも体に悪いと思います。で 当然ですねその油分とか脂肪分が入ったファストフードだとか砂糖の入ったいっぱい入ったですね飲料とか、まあ、そういうものもあの体に悪いって分かっていながら喜んで消費するニーズがあるということでまあ我々消費者お金を払うわけですよね。で企業はそこに売り上げが立ってキャッシュフローが出てくるわけです。 でですの,で、まあこの今申し上げたようなニコチンだとかアルコールだとか糖質だとかカフェインだとかいろいろあるんですけれどもそういうその常習性があるというものは人間がやめられなくて、うん、やめられないという、まあ、そういう事情があると思います。 でマーケットいその経済っていうのは、まあ、人間が動かしているものでしてだからこそこの人間が欲しているものそれに応えるものとかサービスを提供している企業っていうのは、まあ、景気がどうなろうとまあ受け入れられるということで、うん、そこにこそそのだと思っていますでアクティブファンドにはですね必要以上に売られすぎたアンチ ES ・ ESG 銘柄 これを拾っってていいいく機能があるという,ふうに思っていますでアクティブファンドっていうのはそういった銘柄をですね丹念に調べてインデックスファンドでは見落とされている投資機会を見つけに行くと、まあ、こういう機能があるというふうに思います。 で例えばですね52ページ目のところを開いていただいてですね、えー、とこのファンドで保有している上位目柄出してますでさっきちょっと触れました2番目にフィリップ・モリス入ってますけれどもタバコ会社全般の特徴といたしまして、えー、喫煙者から継続的な売り上げが期待できるということと価格決定力が強いということでそれから参入障壁が高いと。 そして各国ともですね広告規制があるんで積極的な反則活動ができないということで、まあ、簡単に言うとその販売のためのコストがかからないけれども当然そのコンビニとか行くと分かるんですけど一定数そのタバコを買う人っていうのはいるわけで企業はそこにこそ売り上げがあるわけです。でこのインデックス投資にはない機能がアクティブファンドが社会的に存在している意義だと思います。 で運用者の考えがポートフォリオに反映される個性があるのがアクティブファンドととといいうことだと思いますで当然そこにはリサーチコストはかかるんですけれどもそれはもう ESG という世の中に求められる行動規範ですとかそれから投資の拠りどころこういった考えを考慮するために必要なものというふうに思います。まあ、それを勘案してもですねこのグローバルフランチャイズ戦略というのはリスクを抑えてリターンを実現させているというふうに思っています。 はいいなるほどありがとうございます確かにそう考えますとインデックス投資をするとどうしても嫌をなくと言いますか組み入れの全銘柄に投資をするっていうことになってしまいますけれどもやっぱりアクティブファンドの存在意義っていうのはそういったいろんな考え方世の中の潮流っていうのをまあ取り入れることができるっていうところにあるっていうことですね。はい、はいありがとうございます はい。続きまして、三つ目の勘違い。まあ、こちら、あの、先ほどからも何度か登場しているコストに関する、はい、ご質問です。こちらも先ほどから出ておりますが、パフォーマンスがいくら良くてもコストが差し引かれてマイナスになるのではというものになります。まあ、基準価格はですね、先ほどもお伝えしましたけれども、基本的にはコスト控除後の価格となっておりますので、あの、そこから基本的には差し引かれるものはないというのが回答になるんですけれども、ではファンドの コこれって何の対価なのかっていうことを富田さんにお聞きしてみたいと思います。今あの先ほどですね ESG のためのリサーチコストということを述べましたけれども、はい、もちろんその企業業績といったそのファンダメンタル分析をするためのリサーチコストでもあります。で55ページ目を開いていただきたいんですけれども。 はい、こちらですね、ファンドの目的特色ですけれども、あの、これは、あの、運用チームのメンバーが、投資対象と企業と面談したりですね、それからエンゲージメントという、これは、まあ、あの、企業価値を向上させるために、企業と対談を行っていくというものですね。そのエンゲージメントを継続的に行って、あの、要は、時間と労力をかけて実行していくものです。 まあ、アクティブファンドはこうしたその銘柄群を丹念に調べて市場で見落とされている投資機会を見つけに行くというものですけれども、まあ、こういうことでそのミスプライシングな銘柄を見つけて市場の歪みを是正するということにもつながっていきます。だこううした運用に必要なコストとといののがまあ信託報酬と呼ばれるものですでアクティブファンドがまあインデックスファンドと決定的に違うという点はあのパッシブ投資というのは業績を考慮しないということです。うん でインデックスファンドはまあリサーチコストががかかららないのので、まあ、その分信託報酬が抑えられております。業績が良いのにまあ市場のセンチメントで売られすぎて大きく上昇する可能性のある銘柄へ投資することはないということでアクティブファンドはそれを見つけに行くというものになります。 でこちらにもですねあのこのプロセス図にもありますけれどもあのちょっと運用チームのページがないんで簡単にコでご説明しますとあの運用チームこのファンドはですね14名総勢14名で運用しておりましてあの最近このサステナブル投資の責任者と ESG リサーチ責任者の2名を増やしているということであのこの ESG 体制をより強化しているというところになりますはいいありがとうございます。 あのコストもまあしっかりと内実が伴ったコストであるということですね。うん、はい、ありがとうございます。ではそれでは最後に一つご質問をさせていただきたいと思います。これ先ほどあの野崎さんにもお聞きしたんですけれども、やはりインデックスはまあ積み立て、うん、まあ長期でコツコツ、うん、まあアクティブはスポットでちょっと短期的にあの売買するといったイメージをお持ちのお客様もあのいらっしゃるようなんですけれども、アクティブファンドも株と同じように基準価格は下がった時に買うっていうのが、うん。 スライドをですね、えー、と49ページ目開いていただきますかねはい、えー、とこちらはですねあのこの戦略が開始した26年間であの年間のリターンがマイナスになったのはあの現時点まででは今年含めて3回のみということになってますでまあ,あの派手さこそないんですけれども、まあ、安定して、えー、毎年リターンを出しているということです ですので、まあ、タイミングを気にしないで、まあ、スポットでもいいし積み立て、まあ、どちらでも活用できるんじゃないかというふうに考えています。 それからキャプチャーレシオという言いましてですね、このマーケットが上昇した時とそれから下落した時、どれだけそのあの追随しているかということを見る比率なんですけれども、それもですね、この戦略は非常に良好です。で例えばこの赤枠で囲ってます2008年と18年ですねで、この時は基準価格、市場よりも下落率が抑えられてます。 で当然そのアクティブファンドなんでキャッシュ比率が高ければ下落率を抑えられるでしょうということですけれども、まあ、この戦略はですねあのフルインベストメントということになってますので投資している中身ですねこの中身が生活必需品ですとかヘルスケア、まあ、そういった比較的ディフェンシブな業種が多いということに加えまして今現在トップの組入れ業種になってます情報技術。 これに関しましてもこの戦略のコンセプトに沿った安定的にキャッシュフローを生み出す仕組みのビジネスモデルを構築しているテクノロジー企業を多く組み入れています。ですのでますで。またその下げた翌年ですね2009年と19年見ていただくと分かるんですけれどもこの反発局面でもマーケット以上に基準価格上がってます。 これはあの継続的な売上による安定した企業業績が評価されていて業績の回復が早いということを反映して変わりやすいことが背景になっております。 はいありがとうございますこれ見ますとかなり下落があの相場の下落局面でも抑えられているということがよくあのわかりましたですのでこういったファンドですと結構スポット買いと言いますかまあ一括でのまとまった子資金での投資でもインデックスに投資するよりかは結構安定した値動きになりやすいですかね、うん、そうですね、はい、あの非常にあの安定的に自信持ってお勧めしたいと思ってますので、はい、あのはいどちらでも 対応できると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、富田さん、それではここまでご質問にお答えいただきましてありがとうございました。はい。いそれではあの今回もですね、あの最後にえ富田さんが委託先の運用会社を選定管理していらっしゃいますファンドモルガンスタンレーグローバルプレミアム株式オープンについてえご紹介していただきたいと思います。それでは富田さんよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と55ページ目開いていただけますでしょうかね。 えと先ほどの運用プラス2のところの一番下に「ポート・ホーリオ・構築」というところがありますけれどもあのこのファンドでは20銘柄から40銘柄に厳選投資していますで、えー、と52ページ目開いていただけますかこれの「組入れ上位銘柄」見ますと、まあ、あの名前を聞いたことのある比較的こうなじみのある消費関連テクノロジーヘルスケアこういった銘柄が入っていると思いますでここに共通しているのは総じて利益が安定しているということになります でじゃあなんで安定しているかということなんですけれどもそれは端的に言ってですね高いいブランド力があるからということとが言えると思いますでこの組み入れトップのですねマイクロソフトのオフィスというのは、まあ、今インフレが世界中で起きつつある中でもですね福井駅でもまあ使われるオフィスなどのソフトウェアがありますしそれからあのこの上位メーガにはないんですけれどもナイキも組みれられてます。で私あの あの個人的にマラソンをやるんでわかるんですけどナイキのシューズってすごく機能性が良くて記録も出るということで履き潰したらまた次もナイキにお金を投じるということでブランドロイヤリティが高まってるわけですけども、まあ、そういったことで企業としてはあの安定してそのファンとして客を捉えてですねあのキャッシュフローを生み出すと、まあ、そういう仕組みがあるというところが特徴だと思います。でえー、次ののページ目のところになりますけれども あのこれファンドの目的特色になります今ちょっと申し上げたんですけどもブランド力ですとか特許といった技術力それから高い独自の販売網ですとか高いマーケットシェア、まあ、こういうその財務諸表情に現れない無形資産あのこの無形資産というのはこのファンドの,あのキーワードです。この無形資産と呼ばれるものに早くから注目して運用を開始したのがこのグローバルプレミアム株ファンドになります。で45ページ目開いていただきますかね。 でこちら側のプロセス上特に変わったことはしてないんですけれども極めてオーソドックスで、えー、これを反映したポートフォリオの特性があのこちらに出ております。で銘柄数あの20から40メガラに絞り込んだと申し上げましたけれどもこれはなぜかというとこの方が効率的だからです。であの皆様もですねまいろいろファンドをこう調査していて何となく推察してるかと思うんですけれどもパフォーマンスが優れたあのファンドっていうのは大体においてですね銘柄数を絞り込んでます。うんうん、で それはもう指数を意識して一銘柄あたりですね、もうこうもうゴミみたいに小さなあのウェイトを持ってても上がっても下がっても基準価格への影響ってほとんどないです。 でででですすのでそうであればですね自信を持った銘柄勝負する銘柄で構成する方が効率がいいということとあとそれから冒頭申し上げたように ESG だとかエンゲージメント、まあ、こういう投資対象企業1社あたりにかかる労力が増加していますので運用チームのこの全エネルギーを革新度の高い銘柄に集中するためにもこの銘柄数にしています。で48ページ目開いていただけますかね。 はいでこれ冒頭で示しましたけれども分散しすぎても効果は薄くなってであれば、まあ、コストの低いインデックス投資信で、まあ、分散化されたポートフォリオを持ってあとはもう時間分散をしてタイミングを見て売買すると、まあ、こういう方法もあるんですけれども当然そのお金に働いてもらうために投資信託という金融商品を使うわけなのでこの運用手法と実績に納得されて、まあ、プロに任せた運用ということと。 でご納得いただければですね、まあ、の資産形成というのは長く続けられるんじゃないかというふうに思ってます。でこのファンドで投資する企業はですねですので、まあ、こうした企業から得られる安定したキャッシュフロー、まあ、それこそがこのファンドが安定的にパフォーマンスを出している源となっています。で集中投資しているとはいえですね、まあ、リスクが小さいということはこちらのグラフでも示しているとおりになります。 で最後に49ページ目になりますけれども。 はいえー、こちら過去26年間の,あの実績を示していますけれどもこのファンドのコンセプトとしては元元本を失わない元本ををを失失わわなないいい運用を目指していますでもちろん過去の実績というのは将来舗装するわけではないんですけれども,もうこの過去幾多の試練を乗り越えて生き残ってきたファンドです。であのさっきキーワードと申し上げました無形資産に注目して投下資本利益率が高い企業を厳選して 集中投資するんですけれどもそもそもその投資対象企業にはのビジネスには反復性があって商品とか顧客とか地域これが分散されています。 ですので、まあ、今のような戦争とかインフレとか金利高こういう混乱期にこそですね強みを発揮できるファンドじゃないかというふうに思います。で安定して利益を増大させるということができる企業はですね継続的にキャッシュフローを生んでそれが長期的な投資対象として最も魅力的であるということの運用チームの信念をこれからも信じ続けたいというふうに思っております。はい、はい 最後に1枚だけ53ページ目開いていただきますかはいあのこのファンドの日本で運用開始してから10年になりますさっきあの戦略が開始して26年って申し上げましたけども今年ちょうど10周年になりますでここにあのページに概要欄にですね QR コード貼ってますのであの関心があられる方いらっしゃいましたらちょっと覗いてみてください 以上でごござざいいまますす、はい、ありがとう最後にあの富田さんの方からあの、ま、運用チームの信念をこれからも信じ続けたいというお言葉ありましたけれどもやっぱりこの運用チームま外部委託されている運用チームの、ま、投資哲学を信じているからこそこう運用を委託して、うんま、お客様にお届けしているというわけですね。はい、はいありがとうございます はい、それでは、あの、こちらのコマについても、あの、最後のコマとなりますが、あの、こちらで終了させていただきたいと思います。富田さん、本日はどうもありがとうございました。あ,ありがとうございました。